どうしてケイ君がこんなところにいるの？私に一体何の用？僕がここにいるのはユネ、ユメイさんのお柱様としての力を借りて、君の夢に僕の意識を同調させてもらっているから。女の子の夢に勝手に入るなんて失礼だよ。君が自分で起きてくれればこんな苦労はいらなかったんだけどね。でも。そうだね、鬼の呪いのせいなんだから仕方がないといえば仕方がない。もう一度言おうか、君は父親を殺してなんかいないんだ。あれは君の中にある記憶のモザイク、真実とは程遠い偽りの風景だよ。偽り？そうだよ、君がすっかり思い出せば全ては解決するはずだったんだ。でも私の記憶は事故のせいで。違う、もう分かっているはずだ。君は蔵で鏡の封印を解いてしまったことを悔やんで自ら記憶を閉ざしたんだ。君があの鬼を解放したことが10年前から続いているこの出来事の発端だからね。ケイ、ちゃんと思い出すんだ。あの日、蔵の中で何があったのか。あの鬼が見せている歪な上張り鏡ではなく本当のことを思い出すんだ。本当に入るの？お蔵の中にはきっと宝物がいっぱいあるんだよ。剥がしちゃおう。これはずっと昔の鏡だよ。
そうね、二人と二人でちょうどいいでしょ。お父さん、怒らなくなる？もう二度と怒らないようにしてあげる。ちゃんと言うことを聞いてくれるなら。私の目を見るのよ。ダメね。もうこの木の中にお柱様はいないわ。彼女は帰ってしまった。おじさん、おばさん、お願いします。
しかして。そう、僕たちの父さんを殺してしまったのはKじゃなくて僕なんだ。ちゃん、なんだ。今の僕はケイだよ。そんな、双子で同じ名前にするなんてややこしいよ。いいじゃない、白花ちゃんで。だいたい、なんで私の名前を使うの？元を正せば、僕のために考えられた名前だから、僕に対しては強い言霊で働く名前だからだよ。母さんが届け出を間違えなければ、僕がケイで、君がハクカだったんだよ。それぞれにつけようと考えられていた名前は逆だったんだ。物心つく前のことだから僕も覚えていないけど、何かの書類で間違いに気づくまでは、君はハクカと僕はケイと呼ばれていたんだよ。へえ。まあ、双子は名前を呼び間違えられることはそんなに珍しいことじゃないけどね。さあ、早く起きて、ユネを安心させよう。だけど、ハクカちゃん、まだ夢お姉ちゃんのことそう言ってるんだ。ケイ、君だって僕のことをそんな風に。それに、今の僕は K だと言っただ。え？あれ？ K 君？よし。ケイちゃん、お帰りなさい。夢お姉ちゃん。
姉ちゃん、ありがとう。それよりも、全部わかったんでしょ？うん。ハクカちゃん、じゃなくて、ケイ君にお礼を言わないと。私より先に目を覚ましたと思うんだけど。ケイ君、じゃない？しばらくぶりにこの体の主導権を握ることができたな。誰ですか？聞かずとも、封じの柱として私の王を踏んでいるお主にはわかるであろう。私の力の色形でわからぬか。主の分け見たまですね。10年前に白花ちゃんについて、おじさんを殺めた。ああ、あの男のことか。あれはニエの血筋にしては薄かったな。おかげでそれほど力を得ることもかなわず、気づけば奥底に押しやられていた。この10年で私が表に出られたのも数えるほどしかない。主導権を裏返そうと幾度も機会を伺ったのだが、なかなかものにできなくてな。さすがは私を封じ続けている血に連なるものよ。